湯田岳は沖縄県国神郡国神村と東村にまたがる標高446メートルの山。沖縄本島北部の国神山地に属し、沖縄県国神郡国神村と同郡東村にまたがる。標高は446メートルで沖縄県内で第8位、沖縄本島内で第4位の高さで東村の最高峰である。北には与那岳が位置する。 伊予岳一帯は、ヤンバル国立公園に指定され、与那覇岳と共に標高400メートル以上の尾根が、連なる山脈を形成している。伊予岳の南側において、標高約250メートルから、沖縄本島東海岸にかけての一帯に、海岸段丘が広がる。地質は、中世代の砂岩と結岩を主体とする、カ秋キラ層で、植生は、 イタジーをはじめとする紅葉樹林が見られ、頂上部に着生植物が自生している。イユタケサイロクは、肘川と高里川の県流域である。東村川に、イユタケを源に発する新川川と福知川が太平洋に注ぎ、前者は川口から約2.5キロメートル上流に、新川ダムが、校舎の中流には、福知ダムが建設されている。方言で、 湯田家は、湯田家といい、三名の由来は、東村の大和、宮城に属する、魚パクという集落の背後に位置しているからと思われる。かつて、湯田家山頂には、大岐村と東村を結ぶ、巡視道と言われる、営林所管轄の林道が存在し、建材として市などの木材を運搬を行っていたが、その後焚木、炭の需要が減り、また、東村で、 パイナップル栽培が開始されると、次第に木材運搬業は消滅していった。伊タケの東側に、アメリカ軍海兵隊が管理する北部訓練場が位置する。1988年10月31日、普天間飛行場に所属するヘリコプター CH-46 の1機が飛行訓練中に伊タケ登録に墜落し、乗員4人が死亡した。 1990年8月にアメリカ陸軍はキャンプ・フォスターと八重掛通信省をつなぐイユタケマイクロウェーブタワーを山頂に設置した。ありがとうございます。